国鉄多岐6300系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同一の専用種別である岐9100系、多岐9150型についても本項目で解説する。多岐6300型は、計算。 相ー駅専用の35トン石炭ク車として1961年5月4日に1両、1962年9月3日に1両が、それぞれ日本車両製造にて製作された。本形式の他に、計算、相ー駅を専用種別とする形式には、多岐9100系、多岐9150系の2形式が存在した。所有者は、 東総産業でありその常備駅は、上越本線の中城駅であった。タンク体材質は、一般構造用圧縁鋼材であり高さのある、ドームが特徴である。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 13000mm、全幅は 2300mm、全高は 3650mm、台車中心間距離は 8900mm、 事業席は24.3から25.0、立方メートル、自情は16.0から17.0トン、換算量数は、席車5.0、空車1.8であり、台車はベッテンドルフ式の TR41C であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には、車席が JR 貨物に継承されたが、 1988年8月24日に2両一緒に廃車となり同時に形式消滅となった。滝9100型は1961年11月13日に1両が臓器車両にて製作された。記号番号表記は特殊表記符号高前置事小滝と表記する。所有者は日本科学工業でありその常備駅は福島県の郡山駅であった。 二役方式は、タンク上部の液入管からの上入れ、都市管による下出し方式である。車体色は銀色であったが、その後黒色に塗装された。寸法関係は、全長は 9800mm、全幅は 2350mm、全高は 3880mm、台車中心間距離は 5700mm、 事業席は21.0立方メートル、自長は14.7トン、換算量数は、積車4.5、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C であったが、その後 TR41D に改造された。1986年4月30日に廃車となり、同時に、形式消滅となった。 タキ9150型は1963年2月4日に一両が臓器車両にて製作された。同日タキ2800型より一両の専用種別が計算、総代駅に変更されたタキ9150型に編入された。記号番号表記は特殊表記符号、高全知し、小タキと表記する。所有者は小タキ9150が日本科学工業。 小滝9151が、東総産業であり、それぞれの常備駅は、福島県の郡山駅、新潟県の中条駅であった。小滝9150と、小滝9151の外観は大きく異なる。小滝9151は、厚さ 50mm の牛ケフェルト断熱材を巻き、薄鋼板製の木瀬が装備された。また2役のための液出管と、空気加圧管は、 S, S 時間も装備していた。車体色は黒色、寸法関係は、全長は9 7 0 0、mm、トル台車中心間距離は5 7 0 0トル自容席は21.5立方メートル、自長は15.0トン、換算量数は、赤車5.0、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C であったが、その後 TR41D に改造された。 1987年4月の国鉄分割民営化時には車席が JR 貨物に継承されたが、1988年8月24日に最後まで在籍した小滝9151が廃車となり、同時に形式消滅となった。国鉄滝9100経過車に関するカテゴリー、国鉄滝9150経過車に関するカテゴリー、ありがとうございます。